NVIDIA t e テスラ GPU。NVIDIA t e テスラは、NVIDIA の HPC 向け GPU 製品シリーズ。G-Force やクアドロをベースとしており、NVIDIA 初のグップグップ専用製品である。汎用 CPU に比べて、不動小数点演算性能が高く、高性能計算市場での使用を意図した製品であり、トップ500のスーパーコンピュータでも多数採用されている。主な用途は、 シミュレーション、大規模な計算、高品質の画像生成などで API として、クナやオパンクル、ダードコンピュートを使用する。なお同社性グラフィックス製品である G-Force やクアドロとは異なり、テスラシリーズは C2050、C2070 などの一部を除いて、ディスプレイ出力を持たず、完全に演算用途に特化している。競合となるのは、 AMD の AMD Firestream である。ケプラー世代以降のテスラは353.06ドライバでオパンクル1.2に対応しているが、それ以前の G8 0からフェルミまではオパンクル1.1までの対応となる。表中の性能欄は単精度、倍精度不動小数点の理論演算性能である。2007年6月20日発表。 G8 レイベースの X870 シリーズは単精度不動小数点演算のみの対応であり、倍精度不動小数点演算は実行できない。注釈2009年11月6日発表。ハーフレートの倍精度演算性能を実現している。注釈最初の製品であるテスラ K10 は2012年5月16日に発表された。 g k 百四ベースの k 1は単精度の理論演算性能は高いものの、倍精度の理論演算性能が極端に低く、科学技術計算向けではなく信号処理、画像処理向けのソリューションという位置づけになっている。なお、g k 百十ベースとなる K2 例及び k 四十、そして g k 二百十ベースとなる k 八十における倍精度の理論演算性能は単精度の場合の一。 3となっている。2014年に発表されたテスラ K8 も GK104 ベースだが、K8 はテスラシリーズ初の1スロット小スペース製品となる。フェルミマイクロアーキテクチャでは SM と呼ばれていた概念が、ケプラマイクロアーキテクチャでは SMX という名称になった。GK104、GK110 の各 SMX が搭載する代表的なユニットは下記である。 ヘルミ同様、各スレッドはワープ単位で動作させる。ワープ内のスレッドは同期し、それぞれ同じ命令を実行する。16区がコアを1グループとしているので、32、スレッドに命令が行き渡るには2サイクル以上必要となる。その他、ケプラー世代ではワープ内で共有メモリを介することなくデータ交換を可能にするシャッフル命令が実装されている。 なお、コンピュートケーパビリティに関しては、GK104 は CC3.0、GK110 は CC3.5、そして GK210 は CC3.7 となるが、CC3.5 以上では、ダイナミックパラレリズムや、ハイパー Q といった機能を備えている。フルスペック GK104 では 512KB、またフルスペック GK110。 GK210 では 1536KB の L2 キャッシュを全 SMX で共有し、このキャッシュを経由して DRAM にアクセスする。なお、インテルの第一世代 g ァイは 30MB 前後の L2 キャッシュを搭載しており、この点が設計の違いの一つとなる。注射マックスウェルではケプラーよりもさらに倍精度サポートが削られている。M4、M40 は、 主に機械学習、ディープラーニング向けのソリューションとして提供されている。最初の製品であるテスラ P100 は2016年4月に発表された16ナノメートルプロセスルールを採用。GP100 ベースの P100 ではフェルミ世代のようなハーフレートの倍精度対応のほかダブルレートの半精度対応も実現されている。メモリに第二世代のハイバンドウィテスメモリを採用する。 NVIDIA 独自のインターコネクト企画であるエンベイリンクにも対応し、これまでプロセッサ間の通信ボートルネックとなっていた PCI Express を大幅に超える伝送帯域幅を実現できる。GP102 ベースの P40 及び GP104 ベースの P4 では倍精度の理論演算性能は単精度の場合の1、32になっている。また、SM あたりの下、コア数は128。 共有メモリも9 6イトとなっており、マックスウェルアーキテクチャに近い。最初の製品であるテスラ V100 は2017年5月に発表された12ナノメートルプロセスルールを採用。行列演算を実行するための専用プロセッサ、テンサーコアを搭載する。ありがとうございます。